皆さんお疲れ様です。今回の動画ではざっと氏名簿参考書ルートに関しての解説をお送りします。まだ試案段階なので、確定事項ではないということを皆さんにお分かりいただいた上で、皆さんにできるだけ早く情報をお届けできればと思い、今回の動画を作成いたしました。そこら辺はご了承ください。なお、前回のルート動画のような長編の解説動画は8月または9月に投稿予定です。それでは、ゆっくりしていってね。では早速英単語帳から見ていきましょう。今回は中学用と基礎単語用として速読英単語をそれぞれ採用しています。中学から高校基礎の入試レベルに当たらない単語はある程度文法を頭に入れつつ長文で覚えてしまう方が効率が良く、また長文に対して早いうちから慣れていけるということで今回は速読英単語を採用しました。速単の長文は何度も読んで音程に合わせてスラスラと読めるようにしてほしいですね。解釈とかやらなくてもいいの？とか言われそうですが、中学版と入門編ならそこまで複雑な文は出てこないので文法さえきちんとできていれば読めてしまうと思います。また、英語が苦手な人にはきついと言われそうですが、英単語帳をじっくり眺めて覚えていく方が普通なのではないでしょうか。そして中学版から始めた方がいい人は高2の時点で真剣模試で偏差値45いかない人、高1はできれば全員中学版からやってほしいです。長文で学習できるのである程度英語できるぜっていう高1生にもいい復習になりますし、早く終われば万々歳ということで高1は中学版からぜひやってみましょう。そして高2生は真剣模試で偏差値45以上ある人は速単の入門編からやってみましょう。速単の入門編は読み込み用教材としてもリスニング教材としても後々役目があるので、ぜひ持っておいていただきたい。これも英語が得意な人からしたらええって思われるかもしれませんが、単語の復習にもなりますし、得意ならすぐ終われるはずです。この動画を見たそこのラッキーなあなたは速単の中学編あるいは入門編が講述する文法の参考書と同時に夏休み終了までに終われるといいですね。そうして中学単語、基礎単語が終われば入試レベルの単語帳をどれか1冊やりましょう。ここでは100式英単語、ターゲット1900、ストック4500の3冊をおすすめとして挙げさせてもらっていますが、すでに学校でもらっていたり、自分の好きな単語帳があるならそれで全然 OK です。ですがここでこの3冊をおすすめしているのはちゃんと理由があり、それは基本的に一期一義からなる単語帳だからです。一期一義型のメリットとして情報量が少ない分、早く終われるという点が挙げられます。入試レベルの単語帳が早く終わると、その後の単語帳をやる時間を確保できたり、解釈や長文に単語レベルが低いからまだ取り組めないということが防げます。以上の点から新ルートではこの3冊をルートに組み込むことにしました。続いて、読み込み用兼単語暗記用として採用している速読英単語必修編、上級編、上級英単語ロゴフィリアについて解説しておきましょう。文章の構造をきちんと把握した上で、何度も音程に合わせて音読すること、これをこの3冊を駆使して行うことが、大学受験の長文に必要な読解力、速読力、構文把握力をつけるのにとても重要ですね。また、読み込み用としてこれら3冊の単語帳を使うと語彙力増強にも非常に有効です。1ヶ月20分ぐらいのペースで進められるのが理想ですが、ロゴフィリアまでたどり着ける人はなかなかいないかと思われます。そして、速単上級編やロゴフィリアは宮廷や総計の志望者以外はやらなくて大丈夫ですね。続いて応用レベルの単語帳として最前線、スパルタ、英検準1級単熟語 EX を採用しました。最前線はマーチンやカンカン同率以上の次第志望者は国公立大志望者より時間もありますし、入試レベルの単語帳が終わればやってもらってもいいかと。今から速単入門編を夏休みまでやっても夏休み明けから高2が終わるまでの7ヶ月入試レベルの単語帳をやれば、最前線にも十分時間を使えますね。そして英検準1級を視野に入れている人向けに単熟語 EX をチョイスしました。パスタンは海底で簡単になってきているのは知っていましたが、正直前回のルートではうやむやにしていましたね。英検取りたけこれやっとけって感じです。そして最前線、速単上級編などをやってさらに単語を追加したい人はスパルタの3でもやってあげてください。スパルタは戦後と絞られているので早く終わるのが利点ですね。専門単語を知りたい人はリンガメタリカや石薬系入試によく出る英単語600の出番です。特に総計志望の人は語彙が難しいので時間が許す限り他教科がおろそかにならない程度に何冊でもやってください。国公立志望の人ですが入試レベルの英単語帳1冊に合わせて速単の必修編、宮廷志望者は速単上級編と時間があればスパルタをやれば十分だと思います。やっぱり科目数が多いので、私立志望と比べて、単語暗記より他の科目の勉強に時間を注いでほしいですね。鉄壁を入れるか一瞬悩みましたが、速単は赤字が多く、いろいろな意味が載っているので読み込みの作業と合わせて覚えてあげれば出番はないかと思い入れませんでした。ここで速単の必修編の読み込み作業と合わせて使うといい速単の英文で学ぶ英語長文問題70についても少し解説しておきます。この参考書には速単必修編に収録された長文の構文解析が載っています。速単必修編からは構造の難しい文も出始めるので、解釈の勉強をした後から取り組み始めてほしいのですが、一応これを保険として持っておくといつでも確認できて便利かと思います。この保険となる参考書があるので今回はターゲット R や読んで覚える英単語はルート外としています。続いて英熟語を見ていきましょう。新ルートで採用したのは風呂で覚える英熟語、ランク準入試英熟語1100、システム英熟語の3冊です。この3冊はいずれも前置詞や熟語の形に合わせて熟語がまとめられているので覚えやすいかと思います。それぞれ見出し語数は700、1100、1500となっていますが自分が覚えられそうな数の見出し語の熟語帳を使ってあげてください。でもよく言えば、総計や宮廷の志望者は必熟、最低でもランク順を使ってほしいですね。前回のルートに入っていたこれらの熟語帳ですが合格は少なすぎ、丸暗記ゼロは解説はいいんだけどまとめ方がいまいちで覚えづらい印象。ターゲット R は読み込み用として
速単を採用することに加え、長文での熟語暗記が難しい、解体は筆熟より覚えにくい。英熟語図鑑は別になってもいいかなというわけでカットになりました。では英文法行きましょう。前回のルートとかなり変わりましたね。まず中学英文法復習用としてこれでわかる中学英文法を入れました。参考書と問題集が一冊になっていて手を動かしながら学習できるので高1生、真剣模試で偏差値45に行かない高2生は速単中学版と同時に、夏休みに完成させるイメージでやってみましょう。そして次段階ですが、大岩、佐藤、優しい高校英語、成川を削除し、英文法5法のトレーニング基礎講義編の1本にしました。こちらも講義と問題センター試験が1冊にまとまっており、5法まで入っているのでこれ1本という形にしました。ポイント例文の大部分に SVOC が振ってあるのも地味にいい点ですね。速単入門編と合わせて真剣模試で偏差値が45より高い高2生は夏休み中に完成させられるといいです。さあ次の参考書が最も大きな変更、改革と言っていいでしょう。英文法5法入門500の聖女英作文編です。国公立次第など志望校を問わず、これには取り組んでほしいのですが聖女英作文に特化したこれを入れたのには大きく2つの理由があります。まずは聖女英作文の訓練をすることで英語の語順を理解できるようにするという点です。英語は有名な語文系に必ず当てはまります。それを聖女英作文を通して文法の力を身につけながら学んでほしい狙いです。続いて英作文の訓練になるというところです。英作文は自分の中にある表現から文章を作り出していく必要がありますが、聖女英作文は単語を与えられているという違いはあれど、文章を作り出していく作業です。それに対しての訓練になるという旨味も聖女英作文は持っています。また、この入門500は非常に解説が詳しく、回答の文に構造解析がついていたりすることに加え、音声も無料ダウンロードできるので、構造を理解した後は必ず音読するようにしてください。この後解説する解釈の前段階としては非常に優秀です。前500台なので、1日10台で2ヶ月弱で終わらせるようにしてください。夏休み明けから速読英単語の入門編と英文法5法のトレーニングの復習入試レベルの英単語帳と合わせて9月と10月で終わるといいですね。そして総合英語、聖女対策、聖語対策、直前対策に大きな変更はありません。そして4択対策と銘打ったところですが、志望校レベルの長文まで読めるように仕上げて過去問に取り組んでみて解けなかったらやってみてください。ポラリス1は英文法5法のトレーニングと難易度が被るのであえてルートに入れていません。続いて解釈ですね。前コミュニティで変えないと言いましたが、肘ルートを削除しました。理由としては構造が複雑でない文章が多く、文法をきちんと理解できれば脱出できる範疇であるためです。新ルートで言えば、英文法5法のトレーニングの例文や入門500の問題文が理解できればあれくらいのレベルの解釈本はいらないんですよね。というわけで肘本はグッバイしました。よって残ったのは竹岡ルートです。積算のポラリスも発売予定ですが完全にこのルートで完成しきっているので採用の可能性は低いかと。また、ここ1週間で5件以上質問されましたが入門英文問題成功をやれば英文10校上が不要ではという人がいます。個人的には10校上はやった方がいい派です。内容被ってるからいらないという人が多いですが被っているということは重要ということなんですよね。被っているとしてもいい復習になると思いますし、入門英文問題成功が全て完璧になっていれば英文10項上が全て完璧に解けるかというと違うと思います。どうしても時間がないという人は飛ばしてもいいかもしれませんが、今、この動画を見ている優秀な高2生や高1生の皆さんは飛ばさなくてもいいように、余裕を持って勉強を進めましょうね。ちなみに英文10項は7月に改定予定です。また、英文10項での追加演習用として前はポレポレだけでしたが、トップグレードも追加する予定です。トップグレードは和訳の極意が載っていることに加え、ルールとして解釈のコツが体系的にまとめられているので使いやすいということで採用しました。早慶志望はポレポレ、旧帝志望者はトップグレードに先に取り組んで余裕があればこの2冊に取り組んでみてください。続いて長文です。追加用参考書はまだ検討中なので今回は正規ルートだけ見ていきます。大きな変更点としてはルールズが消えたところでしょうか。確かにルールズは解説、構文解析のいずれも詳しく、使いやすいのですが、4冊やらないとルールが網羅できないことに加え、次第や国公立の問題に特化した参考書の方が、ルールや読解法が体系化されていて分かりやすいのではないかということでルートから外しました。ということで新ルートを1から見ていくとまず文文ベーシックを採用して、スタンダードとの間は速単の読み込みで埋めていくことにしました。ここでは書いていませんが文文 BASIC を1ヶ月で1周してみて、もう1ヶ月で復習しながら英文10項上と速単1周編の読み込みをして、文文のスタンダードに移るというイメージですね。そして文文スタンダードの後ですが、ルートが次第志望と国公立志望で分岐します。新たに竹岡のスプレマシー、英語長文プラス記述トレーニング問題集をそれぞれ採用しました。それぞれ次第と国公立に特化した参考書ですが解説が非常に充実しているので正規ルートで採用しました。それぞれかなり歯応えがある文章なので文文にはしっかり取り組んでおきたいですね。早慶旧帝志望者は英文10項下に文文スタンダードを1ヶ月かけてやった後にそれの復習の1ヶ月で速単の読み込みと同時にやっておきたいです。そしてまた文文、今度はアドバンスドを噛んだ後に時難関大英語長文の実況中継です。次第向けと国公立向けに分かれているのでいずれかをやってください。構文解析が非常に充実しており、文学的な読み方も学ぶことができます。その後は過去問、場合によっては追加用問題集という流れになっていきますがいかがでしょうか。強手のリーディング対策には大きな変更はありません。続いてリスニング、まずは強手から行きましょう。一冊として採用したのは宮下先生のリブートです。かなり基礎的なレベルから始まって、聞き方も解き方もどちらも教えてくれる一冊です。宮下先生の参考書はどれも4本ですね。続いて強手の面白本です。
前ルートでこの枠はリスニングの元を入れていて、これはそのまま行こうと思ってたのですが、やっぱりセンターの過去問にも触れておきたいのと、即単中学版や入門編でリスニング素材は確保できたので面白本に変更しました。スローグラフを含む問題は続投です。そして即単ですが、シャドーイングに取り組んでほしいです。中学版や入門編など簡単な文章から始めてみるといいのですが、リブートをやってから取り組みましょう。読み込みの段階ではやらなくても OK です。リスニングの入試対策をしようと思ったら、まずはリブートをやってから即単など何かしらの音声素材に毎日触れるようにしてください。続いて二次試験です。リブートはやっておいた後に関正夫のプラチナルールです。前回は次第志望者のみにしていましたが、二次で使う人は全員必須にしました。リスニングの解放にフォーカスした本はあまりないんですよね。そして国公立大志望者、マーチ以上の次大志望者はキムタツの東大英語リスニングベーシック、東大、東京外国語大、阪大の外国語学部、一橋大の志望者はキムタツの無印に取り組んでください。いまいちキムタツに代わる参考書が見当たらないので、このような形になりました。即単のシャドーイングは一緒ですが、二次で使う人は即単の必修編までやっておけるとかなり強いですね。最後に英作文です。竹岡ルートの新設、そしてジャンプアップノートの英作文、演習用として合格英作文を入れました。授業で結構英作文やったでとか、英検で対策したから自信あるでという人、英作文に時間が割けるという人は竹岡ルートで進めてみてください。逆に英作文不安だという人はジャンプアップノートから始めてみてください。例文を真似するところから始められるので苦手な人でも安心です。ですがジャンプアップノートから竹岡ルートは少し乖離があるので、あまりお勧めしません。そして合格英作文は最短10日で終わる短期完成が見込める問題集で、直前演習用として一気にやるのがおすすめです。というわけで新ルートのざっとの解説はこれで終了です。冒頭にお伝えしたように8月か9月に新ルートのより詳しい解説を付随した動画を公開します。その動画では前回のルート動画からさらにパワーアップして具体的なスケジュール案も詰め込む予定です。今この動画を見ている高1生や高2生は即単の中学版とこれでわかる中学英文法、あるいは即単の入門編と英文法5法のトレーニング基礎講義編から始めてみてください。それが夏休み終わる頃に終わるとかなりこの新ルートに乗っていきやすいと思います。では今回の動画はここまでです。それではご視聴ありがとうございました。